吉沢孝一は日本のスポーツライター。1990年代に浦和レッドダイヤモンズのサポーター集団クレイジーコールズの中心メンバーとして活動した。埼玉県立川口高等学校、東京経済大学卒業。埼玉県与野市出身。与野市は隣接する浦和市と並んでサッカーが盛んだったこともあり、少年時代からサッカーに親しむ。 同郷の先輩の金子久氏が所属する小賀電機、工業サッカー部のファンだったが、怪我が多かったこともあり、高校時代で競技生活を引退。大学在学時に日本プロサッカーリーグ発足に、合わせて三菱自動車工業サッカー部を前身とした、浦和レッドダイヤモンズが結成され、1992年9月に J リーグカップが開催されると、サポーターとしての活動を始める。 クレイジー・コールズと名付けられた集団を率いて、サポーターをまとめ上げ、豊富なアイデアで応援を盛り上げたが、1995年秋に、浦和所属の田口貞則とトラブルになったことを契機に、サポーターの第一線から退いた。1996年より、スポーツライターに転身、浦和レッドダイヤモンズや高校サッカーを中心に、取材を続けている。代表作に、 森岡商業高等学校サッカー部に密着した、じょっぱり魂、1998FIFA ワールドカップに初出場した、サッカー、日本代表を、サポーターの視点から記した、僕たちの W 杯、サポーターが見た。フランスへの熱気奇跡を監修した。また JFA 公認 C 級コーチライセンスを取得し、サッカー指導者としても活動している。 サポーターとしての活動期間は短かったが、浦和サポーターの成功には、初期に中心的役割を担ったコールリーダーによる動機づけが大きく影響している。交際書を半ばする部分もあるが、吉沢と上田朝日と河津徹の3名がいなければ、日本のサポーター文化は10年遅れていただろう。J リーグのサポーターの中で彼らほどサポーターもスタジアムの一部なのだということを、 自覚しているサポーターはいないだろう。これこそ、吉沢孝一と CC が、J d グレー名機の、わずか数年の間とはいえ、レッツのゴール裏に種をまき、育んだものと言えるだろうと評されている。ありがとうございます。